野球レース2予選1着になりました平原選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は友人の初日に引き続き新山選手の連携になりましたけども、今日はワンツーという結果でしたけども、振り返っていただいてどうだったでしょうか。友人の時は新山に迷惑かけてしまったんで、今日は何としても援護できるようにと思ってます。で、片岡選手が来たところ平原さん少し牽制入れてたと思いますけども、でその後すぐ脇本選手が来て、その後の踏んでる感じっていうのはついていてどうだったでしょうか。いやもう本当になんか信じられないぐらい強かったですね。はい、もうペースはどういう感じのペースなんですかね。まあ、ついてて、でもずっと踏み上がってるような感じですね。はい、あんまりついたことがないような感覚ですかね。あ、本当にそうですね。なんか後ろでちゃんとニュートラルに入ってる感覚で回せてない感じですね。最後差し切りましたけども、ちょっと後ろも見ながら差し切って、はい、余裕があるんじゃないかなっていうふうに見えてましたけど、まあ、余裕は本当にないです。ない、はい、でもしっかりとついていって最後刺したっていう。いや本当に強すぎてびっくりしたっていう感じです。はい、だからやっぱこういうタッチ区の強い選手につくってことはやっぱりいろんな収穫がある方だと思いますけども、そのあたりはどうでしょうか。まあ、そうですね、そういう経験を同地区の後輩に伝えていったりして、どんどん成長していけばいいなと思います。はい、で昨日の初日特選もその伸びて3着でしたけども、ちょっと状態も、まあ、落車後ですけども上がっているように見えるかなと思うんですけども、どうでした2走してみて。そうですね、体はやっぱりきつい部分もあるんですけれど、友人終わってひらめいて新しく自転車の部分をいじってきて、ちょっと本当に試してみたいなっていう気持ちで今回来たので、それが昨日のレースでいい方向に来たなっていうふうに感じてます。もう慶応学は関東地区の記念ということで、もう今日お客さんもたくさん入ってましたけども、歓声はどうだったでしょうか。まあ、今日もそうなんですけど、昨日のもう最終レース、うん、まあ、メンバーも本当 G1 級でお客さんの声援もすごくて、本当に発想の合図聞こえないぐらいだったので、本当になんかいい環境で走らせてもらった感じですね。みんな地元と関東で盛り上げていければっていう感じですかね。はい、わかりました。では、最後準決勝それ以降に向けて意気込みをよろしくお願いします。はい、決勝戦目指して精一杯頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。